そういう意味で、はい、買うときにもうやっとけばいいんじゃないですかね、はい、あ、逆差し根みたいな。そうです、そうです。であればもう、はい、あの遅れることもないですし。あそれは嫌なんですか。なかなかね、買うときやっぱり上がると思って買ってるから。あでもそんなにのルールが守れないようでしたら、はいはい、もう最初からやっちゃうのが一番早いですよね。あそうですよね。あの買うときにルールを設定して、はいはい、買った後にその皆さんルールって変更されるんですよ、はい、あのそういうラインもこう下にずらしてたりとか、はい、上はいいと思うんですね、あの、はい、利益確定の、はい、ただそんなところのルールを守れなかったら、はい、絶対どっかでドカーンと大きくやられるんですよ、はい、やられます。そしたらそこで多分もう生き残れないと思うんで、はいはい、その時に切れなかったら、はい、もう最初に、はい、逆差しのを一回試してやってみるのもありだと思います。あもう嫌でも、いや利益確定は別に伸ばせばいいじゃないですか。はい、嫌ですか。でもなんか結構復活してくる銘柄とかもまあ多いですよね。本当に戻ってくる銘柄多いんですけど、はい、戻らずに死ぬ経験を僕したことあるんで、はい、その時に、はい、全ての財産なくします。そうですよね、うん、それを経験しちゃうとどうしてもその我慢して戻ってくる、はい、戻ってくるって結局間違った取引なんですよ、はいはい、あの損切りできるってことは正しい取引なので、はい、その損切りも、はい、勝つための一部なんで、はい、絶対慣れていくのが一番なんですけど、はい、それが難しかったら最初に設定、はい、逆差しをまずしてみるっていうのは、で解除もできるんで、はい、それどの銘柄買うときでもやった方がいいんですか。損切りができないようでしたら、剣なんか落ちた、はい、やったほうがいいです。やったほうがいい、うん、損切りはね、損切りができなかったら生き残れないというか、はい、プラスにならないんで、ね、絶対に逆差し使いましょう。なんか今決算の時期で結構ね、はい、思惑で上がったりすごい下がったりしてて、その買う時に、はい、なんでここで、はい、この銘柄でこのタイミングで買うか、はい、その、はい、自分なりルールってあるわけじゃないですか、はい、でその下がった時のルールを守れなくってことは、はい、その買う時にしっかりルール設定ができてないんですよね、はい、ここっすよね。逆にその損切りを何回もできるようだと勝てます、はいはい、そうですよね、はい、残るんで利益伸ばすのは結構得意な方な、いいじゃないですか。じゃあもう逆差しめちゃくちゃいいじゃないですか。ねえ、だからなんかその損切りの分だけね、少なくできたら結構すごいなんか勝てたのになっていう、うん、もうそこだけですね、はい、じゃあそこなんです、ね、やっぱりトレードで勝つって僕はですけども、はいはい、自分のその間違った取引を修正していくしかないと思うんですね、はい、でそれが、はい、やっぱり一番が損切りができないっていうところだとしたら、はいはい、もうシステム的に逆差し一番使って、はい、そうですね、強制的に一番早いですけどね。いや今でもやられてるんですか、そういう設定は。あ僕ですか、はい、僕やってないです。あ、やってないですか。僕切れるんで。簡単に切れるんです。もう慣れちゃったんで別にその。あ、お仕事で忙しいじゃないですか普段。はい、それでもパッとなんか空き時間とかに大きく切りますよ。あ、もうダメだと思ったらパッと切る。じゃないと生き残れないので、はい、今までやってきて、はい、その損切りができなかったらもう株やめた方がいいと思うんですよ。はい、そうですよね。厳しく言うと。だから僕はそういう感覚で、はいはい、専業でやってた時に、はい、なんて言うんでしょう。人生かかってたんで、はい、あ、飛んでいくと、さっき、あ、わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。だからもうそれができなかったら、はい、もう株やる資格ないと思ってずっとやってました。あ、そうですね、それぐらいの覚悟でやらないといけないですね。そうそう、なんか買うときも結構なんか
思いつきっていうかその勢いで買っちゃうことがあって、なんかさすがになんか安すぎでしょみたいな値段の時に結構買って、でもそれ結構あの成功してるんですけど、はい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 、そうですね、まあなんていうんですね、はい、その下がってった時に買うことに対して、はい、いい相場だったら結構、はい、勝つ確率高いんですよ、はい、ただ、はい、悪い時にそれしちゃうと損切りできなかったら死んじゃうんで、はい、そうですよね、今の相場とかだったら結構難しいですよね、難しいですよね、今の相場は先物上がってたんで、え、今日もだって昨日かなと思ったらすごいまた下がってました、ね、昨日ダウめちゃめちゃ下がってましたからね、はい、ダウが、え、年安でしたっけ、なんかなってましたよね、夜ね、もう寝る前はなんかね、先物、日経先物をちょっと戻してたんですよ、今すごいボラですからね、はい、ダウも1000ドル、はい、マイナスでプラスも全然あるんで、はい、そんなボラの相場で、はい、やっぱり損切りは絶対に一回騙されたと思って逆差し使ってみてください。わ、はい、かりました。で、もしやったら外したらいいんですよ。はい、はい、解除して。そうです、はい。でも解除するってことはしなくていいと思うんですけどね。はい、買う時の設定が間違ってるってことなんで。そのルールを徹底できれば負けないんで。はい、ありがとうございました。わかりました。アドバイス。ありがとうございます。いえいえ、一回やってみてください。はい、一回ちょっと試してみます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。